おはようございます。オーシャンのしげです。今日は、一泊二日で、牛深にね、平鈴木の、プチ遠征に、来ました。今ね、もうすぐ8時なんですけど、今日のね、潮回りは、9時満潮で、そこから下がっていくっていう感じなんで、まあちょっとゆっくり、用意していこうかなと思ってます。でですね、今回ね、なんでキャンピングカーで来たかというと、普段はですね、まあ県内のまあどれぐらいかな、200ぐらいまでのね、遠征だったら軽でいつも行ってるんですけど、今回はね、ちょっとね、天気予報がね、すごい寒い、予報やったので、ちょっとね、その車で軽で寝るとね、まあ底冷えしてね、魚釣りがまあ楽しめないんじゃないかなっていうことで、まあ大事をとってね、キャンピングカーで来ました。ということでね、ちょっとね、今から、ご飯を食べて、ゆっくりね、準備してで行こうと思います。よし、じゃあ行きましょうか。よいしょ。ということでやってきました。あとそこの角を曲がったらポイントです。ということでね、まずはトップからやっていきます。トップポッキーのね、バッチモン、まずはね、この足元から。よっしゃよっしゃ、来た来た。いいですね、いいですね、いいですね。よいしょ。あ、今ピカッとしたけどな。マジか。よし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 。ほい。ダメか。うわー、マジで。ね、ここまでトップでちょっとやってみて、で、あかんかったらちょっとルアーチェンジしましょうかね。よし、ちょっとね、ルアーミノーに変えました。一発目はあっち通したいと思います。当たった。
小さい当たり穴でも。なんや今の。ちな正面のね、正面のこの辺ちょっとやってみようか。よっしゃ。え？死ぬ？何これ？死ぬですか。一匹目死ぬか。よいしょ。はい、ということで一本目は死ぬ。あー、お腹出てる。めっちゃ痩せてる。よし、君逃がしても生きるかな。よいしょ。ういっ。よーし、広がった。よし、広がった。よし、根元行ったぞ。でも今のあたりはまた死ぬかな。マジか。いやー、マジで今日厳しいな。もうちょっとお日さんが上がってからの方がええのか。うわ、マジっすか。このルート来えへんのマジっすか。よっしゃ、よこい、よこい。おお、ええ感じ、ええ感じ、ええ感じ。どっから行こうかね。そこから行ってランディングが難しいよね、ここ。難しい。抜き上げしかないもんな。お、いきなりかい。おお、ええ方、ええ方。ええ方やぞ。これはちょっと、よいしょ、よいしょ、よっこい。よいしょ、よいしょ。次の波、よいしょ。よっしゃー。これは70アップいったんちゃう。久しぶりに。よいしょ。
70アップで喜んどったらあかん。いやーもう十分でしょ。よいしょ、よっしゃー、なかなかのサイズちゃうこれ。やったー、遠くまで来てよかったー。よし、サイズ測ろう。よいしょ。さてさて、よっこいしょと。体高がすごいなこいつ、ビッグママやな。なんか体高に惑わされてサイズはそんなにないんかも。あ、なんと60、こっからここまで65、6、7、8、68。嘘やろ、もっとあるやろ君。68ですか。おー、メジャー伸びたんちゃうかほんま。いやーでも、魚。あ、よいしょ。さてと、ここのライン通したらね、確率で来るんですけどね。ダメー。昨日まではね、水温も下がりきらんかったんで、活性もそこまで落ちんかったんでしょうね。ほんまに怖いな、当たりが。よいしょ。なんやこれ。鈴木やな、一応。よいしょ。うわ、波に持ってかれた。しょうがない。しょうがない。怖いやつもおるにはおるんやね。お。よっしゃよっしゃ。今度は波に持っていかれへんように注意して。うわあ、持っていかれてる。どんだけ持っていかれてない。よいしょ。うわあ、怖いけど超えとんなこれ。鈴木や。おお、えしけ。よっしゃ。よっしゃ。よいしょ。3本目。小さいけど。ちょっと向こうを狙ってみるか。よいしょ。4匹目。よいしょ。おお。よし。よいしょ。やっ
バーンラインかな。うわあ、すごい風。なかなか60はありそうな感じやけどな。今日はでもみんな超えてすごい。小さいやつも超えてる。終わったか。今1時10分なんですよ。だから、まあ、1時間ぐらいちょっとね魚釣りやったんですけど、ちょっとね移動時間が長すぎてね、正直ちょっと体力がねかなり減っちゃって、あの魚釣りに大切な集中力がちょっとね今落ちてる感じなので、まあ無理せんでね、今日はねこの辺で上がろうかなと思います。まあ、明日もあるんでね。ということで、上がります。トーン、うい、はい、ということでね、ちょっとワープしてみましたけれども、ちょっとね、ワープ中にね、あの雨が、降ってきまして、で、もう着替えもね、あの終わらせて、それでもういろいろね、片付けも済ませてしまいました。で、なんじゃかんじゃでね、今も6時回ってるんですけれども、まあ明日もね、一日ちょっと平鈴木釣りやっていこうと思うので、今日はね、まあ軽く、なんか食べて、それで、まあ早めに寝るって言ってもさすがに6時は早いから、まあ軽く飲んでね、で寝ようかなと思います。ということでね、ちょっと料理作っていきます。
い完成です。ひらすずきのお刺身とひらすずきのムニエル、それと今日はねきのこ汁にしてみました。いやちょっと止めとこうか。よいしょ。さてさてどうかな。よいしょ。はい、じゃあルネ。おー、うまい。まずはちょっとお作りからいきましょうか。これね、桜金代、鹿児島のね、あの美味しい醤油です。じゃあいただきます。うわ、うん、うわ、これはマジか。うまい。もう釣りたてなんでね、こう弾力が半端ないな。なんやこれ、ミノ食べてるみたい。うわ、しかも甘っ。今時期のヒラスズキがね、一番脂が乗って美味しいんでね。あー、もう何してもうまいけど、やっぱり刺身うまいね。さて、じゃあムニエルどうかな。サクサク、これもうまい。塩加減ちょうどいい。うん、あかん、ビールが進むくんやなこれ。じゃあきのこ汁をね、このね、なめこが好きなんですよ。これは温まるな。うん、おいしい。今のひらすずきは何してもおいしいな。はい、この残ったスープはね、これで明日ご飯を炊こうと思います。よいしょ。
GoPro電源オフ。GoPro電源オフ。GoPro電源オフ。GoPro。